はい、皆さんこんにちは。英語科の小藤です。本日はレッスン9のパート4のエクササイズを教えていきましょう。自分に解いた後にね、丸付けをしてみてくださいね。それでは頑張っていきましょう。はい、それではレッスン9のパート4のエクササイズを見ていきましょう。まず1番単語ですね。括弧1番が危険。これはリスクですね。はい、リスク。はい、次ですね。括弧2番が葬式はフューネラルです。フューネラルですね。括弧3番が回送車。はい、これはモーナルですね。MOURNER ですね。これでモーナルですね。括弧4番が名声。これはフェイムです。FAME でフェイム。括弧5番が何とかを実現する。これはリアライズ。これはまずリアと書いた後にアイズですね。これでリアライズです。括弧6番が空高く舞い上がる。これはソアですね。SOAR でソアです。はい、このようになりますね。はい、では四角2番ですね。括弧内の語を適切な形に変えましょう。はい、これは分子構文ですね。はい、ですので分子ですから現在分子、つまり動詞の ing 形ですね。か過去分子、どちらかにしていきましょう。はい、ではですね、このコツなんですが、基本的に分子構文は接続詞、主語が省略されます。ですので、この後ろのこの主語ですね。このメインの文の主語がこの分子構文のね、文の主語と同じになります。はい、ですからこの主語とこの括弧内の動詞の関係を見てください。これが何々するしているであれば現在分詞、されるであればね、過去分詞になります。はい、で括弧1番が彼女は少年たちによって、これは囲まれてるんですね。ってことなので囲まれてるですからね、過去分詞形にしましょう。ですから surrounded となりますね。過去2番はサムが彼のお気に入りの歌を歌ってるんですね。ですのでこれはなんとかしてるですからね、現在分詞しましょう。 singing ですね。括弧3番は this book、 この本が in easy Japanese、 簡単な日本語で書かれているんですね。はい、ですので書かれているってことは過去分詞形ですね。written in easy Japanese となりますね。括弧4番は all the buildings、 建物すべてが from here、 ここから見られるですよね。ですので過去分詞形 seen だね。 seen from here、 ここから見るとってことだね。主節の主語
とね、この動詞の関係を見るようにね、してくださいね。はい、で、四角3番ですね。並べ替えです。括弧1番が、スタッフに支えられて、彼らはコンサートを終えることができました。はい。これは、まず後半部分がね、彼らは、次だね、終えることができました。ですから、could finish their concert となりますね。はい。で、スタッフに支えられて、これは分子項目ですね。ですから、supported by their staff。で、カマですね。で、they could finish their concert となりますね。括弧2番は、母親に叱られて、ジェーンは悲しくなりました。はい、これもですね、ジェーンは悲しくなりました。ですから、ジェーン became sad ですね。さあ、で、母親に叱られて、この部分が分子項目ですね。はい、ですから、この scolded by her mother といきますかね。ですから、scolded by her mother でカマですね。Jane became sad となりますね。括弧3番です。何千何万人もの兵士がその戦争で戦いました。はい、この何千何万人ものという方、はい、教科書で出ましたね。Thousands and thousands of です。そして、兵士ですからね、この soldiers が来ます。はい、ですから、thousands and thousands of soldiers、 これがフォートですね。はい、これはもともとはファイトです。はい、in the war となりますね。はい、で、四角4番です。日本語と同じ意味になるようにカッコ内に適切な声を入れましょう。カッコ1番が、私はコンテストに参加する予定です。はい、何々に参加するですね。カッコが3つありますからね。これは、take part in ですね。I'm going to take part in the contest となりますね。カッコ2番が、子供は母親を追いかけました。誰誰追いかける。はい、追いかければ go after でしたね。ただここでは追いかけました。過去形ですからね。go の過去形の went ですね。went after his mother となりますね。はい、お疲れ様でした。授業の方があまり残っていませんので、こういう形でね、動画配信していますので、各自ね、学習を進めるようにしてくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。See you!